写真拡大。全国高校野球選手権3回戦仙台育英 4-3 鶴脇飛17日甲子園球場。仙台育英が逆転で2年ぶりのベスト8進出を決めた。仙台育英は3点を追う5回、西から9番水岡以下の3連続長打安打で2点を返す。6回には途中出場の木村のスクイズで同点、さらに水岡の右前打で勝ち越した。敦賀気比は3回に3四球などで西満塁とし、野道長浜の連続的自打で3点を先取り。その後はつながりを欠き、9回には石一三塁としたが、あと1本が出なかった。